今日はこのバナナを買ってきました。前なんだっけ、何のバナナ買ったんだっけ。キングバナナだっけ。まあそんな感じのバナナを買ったんですけども、今度は違うんです。客がスイートオー、甘いぎっしりバナナ。前ね200円ぐらいだったんですよ。でも今回は300円。やっぱ値段でちょっと決めちゃうタイプな人間なんすよ俺は。値段が高いとうまいんじゃねえか的な、そういう心理あるよね。でも俺はそういうのは気にしない。値段とかじゃない、味だ。お、やばい、見た目やばい、すげえ綺麗。うちにあんのはほんともう7個くらいで80円くらいのバナナなんで、格が違いますね。いきますよ、音聞いてください。いい音ですね。やばいやばいやばいっしょ。お、いいね、見た目も綺麗で超いいよ。俺の この大きさだと、なんだ、あのね、甘いぎっしりじゃないんだね。ちょっとね、最初のね食感がキウイに似てた。キウイフルーツ、わかる？わかんないね。どうだろう、300円、ボビーでもよかったんじゃね。あのツイッターでちょっとつぶやいたんですけども、そのボミーとなんとかとこれがあって、まあ、どっちか選んでくださいってツイッターでつぶやいてたんで、ツイッター活用してんです。見た目はもうね結構完璧なんだけど、味そこまで甘くないね。ちょっとショックだ。ここに甘さぎっしりって書いてあるんでね、ちょっとショック。もっと甘くてもいいんじゃないのって、まあ、俺はねちょっとねこのバナナ業界をねもっとね景気を良くしたいから、まあ、きついことを言うけど、もっと甘いバナナに甘さを出しましょうよ。でもうまいんだよ、うまいんだけどちょっとねってことなんで、スイーティーオーバナナでした。